どうも皆さんこんにちは、しょうぶです。今回は、新横浜オープンの、3回戦になります。で、対戦相手は野口選手といって、ボールを飛ばす才能がすごくて、結構軽く打ってるのにめっちゃ速いボールを打ってくるんですよ。で、サーブもフォアも良くて、バックも上手いっていう、入り始めると手がつけられないタイプのプレイヤーですね。ただまあ見てる限り、そのやっぱり上から打ち下ろしていくっていうのが強いので、高いボールをちょっと中途半端に打ってしまうと叩かれるから、結構低めにボールを送ってハードヒットを封じさせて、相手が低いところからちょろっと持ち上げてきたところを勝ち込んでいけたらなっていうふうに思ってます。テニス自体の調子はね、いいとも言えないし悪いとも言えないんですよね。なんかやっぱまだまだ勝ち負けにこだわりすぎて、トライできる日とトライできない日っていうのがすごいムラが出てきちゃうんで、もうちょっと勝ち負けにこだわらないでトライできるところを増やしていくっていうのが課題なんですけど、ちょっと試合出すぎかもしれないですね。ちょっと保守的になっちゃってるから、ちょっとそこはクロスにただ返すだけにならないように、どっかでやっぱりちゃんとしっかり打っていかないと、ああいうプレイヤーには守る時もある程度スピード出して守んないと打ち抜かれちゃうんで、ちょっとこう打っていけなくならないように気をつけたいなと思います。多分まあこういう悩みってね、結構皆さんも一緒だと思うんですけど、そう、勝たなきゃいけないけど勝ち負けにこだわらないっていうのをテーマにしていきたいと思います。
ました。結果は、6-4、6-4で勝つことができて、まあ、サービスのキープ率が高かったんで、で、相手のサーブも早かったんで、まあ、どこかで1個、ブレイクできればいいかなっていうふうに思ってて、で、大事な場面で結構相手のサーブにプレッシャーを立ち位置変えたりとか、まあ、セカンドちょっと早いのストレートに叩いたりとかっていうのができて、プレッシャーかけれたのが、相手のファーストサーブを入れに行かせたり、こう、ダブルフォールトを誘った、勝因になってくるかなと思いますね。その冒頭で話した通り、もう少しトライできたところはあったんですけど、やっぱ彼のね、球が速すぎて、ちょっと最初、ついていくのでいっぱいいっぱいになっちゃって、で、後半は、まあ、ちょっと彼のボールに合ってきて、よし、ブレイクできるな、いつでも、と思って、こう、ファーストもセカンドも、結構、4-1 とか3-0 とかでリードしてたのに、逆に彼が今度僕のボールに合い始めて、で、ガンガン、打ってきて、それが入り始めたんで、まあ、ギリギリ逃げ切れてよかったですね。相手に溜めて打たせにくかったっていうのも勝因につながったと思います。今回はたまたまうまくいったけど、今日の内容ではもっと強い選手には勝っていけないと思うので、もう少し早いタイミングでダウンザラインを打つシーンを増やしていきたいっていうのが今後の課題ですね。まあ、結構ね、涼しい季節にはなってきたので、成績が出しやすい、季節だから、ちょっとこの秋から春にかけてどっかで、優勝していくのが、この涼しい時期の僕の中のテーマなので、引き続き注目よろしくお願いします。ありがとうございました。サングラスの方をご提供していただきました。名前は、イルカという、サングラスになります。テニスをやってる方が作ったサングラスで、特に付け心地にこだわったサングラスになります。僕はちょっと神経質で、試合中はあんまりサングラスはつけるの好きじゃないんですけど、アウトドアでレッスンするときとかは、やっぱり日差しが強いと目から紫外線がどんどん入ってきて、頭痛と肩こりにつながるんですね。だから、長時間外でレッスンをするときとかは、なるべくこれをつけたりとか、まずはこれはちょっとディンスプレイヤーにとっては特殊なんですが、動画編集を自分でやっているので、スマートフォンで動画編集やってるので、どうしても目がすごく疲れちゃうので、普段は目を痛めないために、このように、サングラスをつけて動画編集やプライベートレッスンなどをやったりしています。重さも普通のサングラスだいたい 40g あるんですけども、これはその半分の約 22g ぐらいの、重さでできているので、重くないサングラスになっているのでプレイに最適だと思います。このちょっとオレンジがかった色がお気に入りで使わせていただいてます。ケースの方も結構可愛くて、オレンジだけではなく、真っ黒のデザインもあるので、気になる方はぜひコメント欄にリンク貼っておきますので、ぜひ皆さんも利用してみてください。